こ、怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあ、こっちよ。思いっきり戦うぞ。向かうのよ。
こから早く逃げて。やだやだやだ、お姉ちゃんと一緒じゃなきゃ。何してるの、早く。ダメだ、もう抑えられない。いなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。お姉ちゃん助けなきゃ。でもダメだ、進めない。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、この詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノル君。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー、雪？取るよ。おい邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ鹿部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりえ。たくま？ああ、なんでもない。
太くん、今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。ほら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もうまたそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル、ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。ミノルくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ、お、どうしたんだ？ほら、まただよ、また落石事故のニュース。このところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。
キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえよ。
この桜綺麗ね。葵さん知ってる？桜の木の下にはね、死体が。そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。なんでパトカーが？参ったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ、ノート君。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
あれ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎もんが。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばんちげえよ。げ、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。け、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュ、お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえ、みゆちゃん、その地元の人しか知らない神社、案内してくれるかな。え、そりゃ、いいけど。なんだ、物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。亮だってあれ苦手じゃない。亮もさ、ついでに見に行かない。くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあタクマ、どうする？おいおい、どこに行くつもりだよ亮。ちょい待てってばさ。うるせえ、こっち来んな。まあまあそう言わずに。ねえ、その神社へ行くのは危なくないの？
神様の社は危険じゃないよ。ミノルくんたら待ちなさい。あなたまで一緒について行ってどうするの。私たちまで勝手な行動しちゃダメでしょ。まあそれもそうだけどさ。あ、リョウたち行っちゃったよ。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより、二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい。あ、誰か来たぞ。あら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません。でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もうミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの。この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの。うそだ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山ん中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か。地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし行こう。
じゃあ一緒に涼くんと咲くんを連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか、小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで、守ってあげたような。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか？おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、会ったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん、失礼よ。いや、でもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミウはどこに行ったんだ？ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちが葵さん。僕は引率の修士、よろしく頼むよカイト君。なあみんな、今って春だい？決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに、こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから。それより、すぐそこのトンネルに入りませんか？これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね。室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんな、とりあえずトンネルに避難しよう。君たち、こんなとこ通って行ったのか。葵さん、大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。うん、大丈夫。雪のせいかしら。
ここ外よりも寒いくらい。ミュウのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？ほら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。あ、もうやめてよミノル君。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん、でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして。もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。あっ、何、トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのにどういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと。おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りにサキたちはいないようだな。
神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな、どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類。ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ、写真を撮ることも必要かもしれない。どういうこと？撮影しながら周りを見ていれば何かに気づくかもだし、見落としたものがあったら見返すことができるだろ。なるほど、そういうことなら。まあ、ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。あ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな、本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もう、ミノルくんってば。それにしてもここって
今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
すごい。これは遺跡？随分と古いもののようだ。なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが、ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミュウに何かあったらどうすんだ。僕らも行こう。おーい、サキリョウ。いたら返事をして。いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。つうか、圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。おい、そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな。先にあいつらを見つけてからにしようぜ。それも。君たちは。あ、どうも、はじめまして。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？
あ、その僕たちは。そういうあんたこそこんなとこで何してんだ。ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが、俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。
うわ、なんだなんだ。あ、この子、ミュウちゃんじゃない。どうしたんだ、何があったの。なんか変なのにいきなり出くわして逃げて。あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、サキ。ソウト、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだこの霧。確かに、さっきまではこんなじゃなかったのに。これ迂闊に飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりサキさんは、さっきの悲鳴って一体。こっち来ないで。何。何かに襲われてるの。痴漢とか。こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。なんかうごめいてるぞ。おい、なんか今光らなかった。さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。それにしても、なんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。おい、サキ、リョウ、大丈夫か。待って、何かいる。なんだあれ、石像。違う、動いてるぞこいつ。なんだって、そんなバカな。またあの音だ。この変なやつが出していたのか。こっち来んな。あれはなん。おい、どうした。さっき悲鳴が聞こえたが、ミュウ、そこにいたのか。え、お兄ちゃんが、なんで。待ってて、サキさん、今助けるから。ん、アオイちゃんなの。待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。変なのが、こっちに。どうします。来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。何やってんだ、早くしろよ。あれは獣神。まさかそんなこと。まずは話しかけてみよう。そうだよ、子供が何かかぶってふざけてるんだろ。おい君。待てよ修二さん、子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。え、修二さん危ない。たくまくん。なんだこいつ、かすってこれほどなんて。大丈夫か。あ、すまない、君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。葵さん大丈夫。
やめろ。葵さんに手を出すな。なんてバカ力だ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ、みんな大丈夫か。大丈夫か、タクマ。ごめんなさい、私のせいで。おい、みんな。いつの間にか囲まれている。まずい、だんだん近づいてきているぞ。それに霧も濃くなってきた。みんな大丈夫か。みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。シュウジさん、どうしました。